サクッとわかる銘柄徹底解説。今回は証券コード4519中外製薬を紹介します。この会社はスイス大手の製薬会社ロシュ社傘下の会社です。2022年度では顔領域抗体医薬品の中で国内首位、強みのバイオ抗体技術を生かし独自性の高い医薬品を創生しています。売上構成比は単一セグメントのため医薬品事業のみです。売上高は順調に増加を続けており、2022年12月期本決算では最高額を更新しました。株価は一時下落しましたが足元は上昇しています。銘柄スコアは業界平均と比べて全体的に高くなっています。アナリスト予想株価は現在値より低い価格で評価されています。銘柄に関する詳しい情報が見たい方は松井証券マーケットラボへ。